皆さん、こんにちは。今回は東雲海さんをご紹介します。生年月日1996年9月26日出身地埼玉県、身長162センチ3サイズ90、59、100センチです。東雲さんは大学4年生の時スカウトされてポートレートモデルをしていたところ、 SNS にアップした写真が事務所の目に留まり、グラビアアイドルとしてデビューしました。大学卒業後は撮影機材の専門商社に就職し、 OL として営業成績1位に輝いたこともあるとのこと。入社1ヶ月は毎日100件のアポ電をかけ、さらに同僚が9時に出社していたので、東雲さんは7時に出社して仕事を覚えていたそうです。社会人時代は土日にモデルを続けていたのですが、会社の業績が悪化したことからグラビアアイドルへの転職を決意します。2019年10月、フォトグラファーの前田翔吾さんとつのっちさんによる食べるということをテーマにした合同写真展もぐもぐ展のモデルに抜擢されました。2020年1月にファースト DVD 東雲ちゃんでデビュー、同年5月にはセカンド DVD 教えて海先生を発売、10月にもサード DVD 海んちゅを発売し、いずれも Amazon アイドル DVD ランキングで1位を獲得します。2020年8月31日、週刊ポストとニュースポストセブンのコラボ企画として始まった美尻グラドル総選挙2020ではグランプリを獲得。同年11月、先輩グラビアアイドルの倉持ゆかさんが監修した初のデジタル写真集を発売。12月にはグラビアアイドル専門ポータルサイト東京リリーにおいて2020年新人アイドル賞、2020年美尻アイドル賞を獲得。そして2020年 MVP に選ばれます。また2020年10月に開設した YouTube 公式チャンネル海チャンネルは現在登録者数が75万人を突破しています。東雲さんのキャッチコピーはグラビア界の二刀流、豊満な G カップの胸と綺麗なヒップラインを持つことからこのように名付けられました。コスプレイヤーとしても活動しており、2019年東京ゲームショウにて DMM ゲームスがリリースしたアプリゲームオーブジェネレーションの公式レイヤーを務めます。趣味はガンプラ、油絵、羊毛アート、筋トレ。プラモデル制作は独学で学び、改造も加えるほどで YouTube チャンネルでもよく披露されていますね。特技は華道、弓道、バルーンアート、大道芸。東雲さんは中学高校の時は弓道部でインターハイにも出場、さらに高校の時にパフォーマンス部という大道芸の部活を作って兼部されていたそうです。バルーンアートに関しては独学で得したとのこと。またハロープロジェクトのファンでもあり、モーニング娘。を中心に全グループを応援。推しは福村瑞希さんと鈴木愛理さんだそうです。東雲海という名前は芸名でご自身で命名されました。東雲はアニメ日常に登場するキャラクター東雲奈々から、海を埼玉県出身で海に憧れがあったからと語られています。現在大活躍中の東雲海さん、今後の活躍にも期待したいですね。